新高でーす。ハッピースピース。今日いけ今日久々にちょっとすっぴーなんですけれども、すいません、ヒゲも生やしちゃって。そう、まあ、ゴールデンウィークということで、なんとすき焼きをしたいと思います。以前焼肉やらクレープやら、そうそうそう、いろんななんかパーティーをやってたんですけれども、今回すき焼きということで、あ、神戸牛パーティーもしてた。神戸牛かなんか、あの松坂牛パーティーとかもしてたよ。でも今回はあの大和牛、なんか友達からですね、やばくない、急に送りたいものがあると言われて、で、いただきました。何が届くんやろう思ったら、すき焼きセット。そう、だから今回はあのすごいあのいいお米と、いいお肉と、で、あのなんかいい卵と、そう、いい卵と、いいなんか、なんで割り下さっき覚えました。割り下、人生で初めて聞いたんですけど、すき焼き会場は結構当たり前の用語らしくって、割り下というなんか、そう、鳥の乾杯しよう。それな、あ、こちらはあのローソン、あ、ファミマ牛乳です。ファミマ牛乳で、今日はちょっとあの宅飲みしていきたいと思います。あのさ、何、すき焼きの鍋がなかったから、すごいなんか底が深い鍋にしたんだけど、すげえ食べにくそうだなって今思った。そうそうそう、あのお鍋する時とかもね、これ使うんですけれども、これちなみにバイドン巨峰亭でございます。ちょっと、うわぁ、どう、ちょっとあのさ、シーン、ちょっとカメラ、あ、携帯でね、行くで、ちょっと待ってな。いや、もう煙全部どっか行ってるけど。行きます、せーの、うわ、ごめんなさい、ちょっと雑で。ここにね、今からお肉をあのちょっとしゃぶしゃぶみたいな感じでちょっと入れていこうかなと思っております。うもうあのなんか火通れば一緒かなと思うので、うん、でこれどうやって食べる。そう、僕たちちょっと家ですき焼きするのが一番初めてなんで。そう、あの消したあかん、ちょ、弱火にせえへん。もう1111で、まず卵をね、めっちゃいいやん、この卵すごいな、濃厚や、これめっちゃ ASMR したい、これで。これなんと、これ1枚なんだよね、想定。いやー、しゃぶしゃぶしちゃうよ。待って、1やばいな、せやね、グツグツしてない、4ぐらいにしとこうじゃん、ほんなら。はい、タカくんどうぞ。はい、行きたいと思います。キャー、モザイクやばい、すごくね、なんかこんなんいいのって感じ。いいのって感じやな、実家以外でしゃぶしゃぶしたんさ、初めて俺。実家でもこれしゃぶしゃぶちゃうで、すき焼きやで。あ、ごめん、すき焼き。なんでチラって見た。え、やばくないですか、すごい。え、これさ、まず器のキャパ合ってる。キャパオーバーやわ、多分これ。普通にキャパオーバーやわ。それかちょうどみたいな。え、おいしそう。え、かわいい、ね、かわいい。ね、ひげがマジで嫌。あ、そう、ひげ生えてるんで、ちょっとやばいです。ひげが生えてるんで、ちょっとやばいです。語彙力のなさ。ちょ、お腹すいた。ちょ、カー飛んでる。もういいんじゃない、飛ばしといたら。まあ、大丈夫、多分シルバニアファミリーたちが食べてくれる。すごくない、こんなん牛丼やん、贅沢な大和牛丼やん。え、いただこう。なんかもう申し訳なくなってきた。俺らがこんなん食べていいんとか。え、大丈夫、これ食べて、もうなんか明日から仕事頑張ろう。そうやな、いただきます。器変える、ちょ、水つけてな、うん、お願いします。なんか旅行行きたいな、田舎に。熱い、ごめんなさい、出しました。え、あれは、まあ田舎の、まあ、リゾートみたいな感じになるけど、軽井沢とか大自然で、うん、あの自然の中にホテルとかが、あ、ホテルとか違う、もう民泊。でもさ、民泊ってなんなん、あれ、学校とかがさ、うん、民泊のなんか
何提供してるお家行くのは分かんないけどさ、うん、個人で行く場合どういうあれなのな、直談判止めてくださいみたいな。なんかさ、俺が言いたいのはビジネスホテルみたいな、なんか大きいビルみたいな、うん、ホテルじゃなくて、うん、な沖縄だったら瓦屋、あの赤瓦の民泊、うん、みたいな、そうそう、のがいいね。え、でもあれや、軽井沢のその森の中のホテルって、あのなんか一棟貸しのなんか一軒家みたいなところ、あ、もうきれいめとかいらん、きれいめとかいらん、あ、なるほど、なんか虫出るぐらいでいい、全然。あ、行きたい、1週間ぐらい。え、別に病んでるとかじゃないですよ1週間長いわ。長い、最大3泊4日とかや。え、無理やねんけど、そんな遊べへんやん。飽きるで、絶対。海に飛び込んだりとか、うん、よくない？沖縄で、うん、うん、暑いやん、沖縄とか。もうほんまに今年こそはな、高と行こうって言ってんね、沖縄な6月、うん、暑いでな、絶対。まあ、梅雨入ってんじゃない？梅雨入ってたら入ってたでいいやろ。なんで？いやいやいや、晴れそう。そんな、嫌やって言われてもな、困るな困るなちっちゃい子あのさ、どこ行きたいん、沖縄。まず、美浜アメリカンビレッジやろ。うん、と美浜か。え、いや、別にイントネーションぐらい美浜か。な、美浜アメリカンビレッジと、アメリカンビレッジ行ってみて。美浜アメリカンビレッジオッケーオッケー。と、あとは、うん、あの地元の人しか知らん海、だからエメラルドビーチとかあるやんか観光用の海じゃなくって、地元の人しか知らんめっちゃ綺麗なとこ、もうなんかここの崖降りてこう行くねみたいなさ、なんかそれぐらいの勢いのとことかでいいね。あーね、うん、割と知らんねんな海、そんな行かへんねん。だって泳がれへんやろ。泳がれへん、あの潜れはすんねんけど泳ぐっていう感覚が分からへん、うん、あのクロールできへんねん。息継ぎの仕方教えてって言われてる。俺さ、吹田市出身やねんけど、うん、吹田市バチバチに水泳の教育えぐいねんか、うん、だから泳がらへん子おらんねん、うんうん、学年に一人も。うげえ、うん、他の中学校とか集まってな、年に一回水上大会とか、海で全員参加、水泳部だけとかじゃん。海で、うん、市民プールですけど。あ、プール吹田市の近くに海なんかないよ。じゃあ海に行ってやるんかなと思った。大阪湾しかないわ。やぶれかぶれ、ちょ待って、出身吹田で思い出してんけど、うん、自分が行ってた小学校の歴史を俺が変えた話っていうのがあんねんけど。何それ、ウケる。マジで変えた、これはマジで俺が変えたほんまに今でもそうやで、絶対、うんうんうん、気になるね、それは。あ、卵いる？卵欲しい。俺が小2ぐらいの時かな、小2かもしくは小4、なんで小3じゃないねって感じやねんけど、小2もしくは小4やねん、感覚的に。じゃあほんで全校集会ってあったやん。ああ、はいはいはい、あったやん。あった。で、運動場で、あれ苦手やったわ。みんな立って外で整列して校長先生の話聞くみたいな、うんうんうん、で、あの校長先生だけではなく、なんかあの何、保健室の先生からとかさ、なんかあの先生で結構権力高い人の話とかさあったやん、うん、平方平方生徒指導、まあ小学校やから生徒指導はなかったわ、さすがに。あるよ。え、怖かったよ、最後。あれはあった、風紀委員会からのなんかお知らせです。風紀委員会って都会みたい、すごい。そう、風紀って何って感じやったもん俺ら。ほんで、まあ立って運動場でな、話を聞かないといけない。で、まあ20分ぐらいで、20分ってさ、小学生からしたら結構もうもどかしいやん、長いやん。で、あの夏でも運動場みんな立たされとったから、うん、で俺が一回倒れたんよ、うん、あの校長先生のスピーチ中に、うん、急にめまいして、あのもう今でも覚えてる、あの景色、景色全部緑色になって、うんうん、で、え、やばいみたいななった時にはもうほんまに立たれへんくてバタって倒れてんよ。ほんで、周りが、え、大丈夫みたいな後ろの子とか優しいな、隣の子とかで、え、先生呼ぼうみたいな、先生みたいになって、で、なんかあの熱中症、熱中症やな。ほんで、次の週から体育館になりました。あー、変わったんだ、うん、歴史変えました、僕。そっからの卒業体育館やったし、冬でも
夏で。どこ小学校？千里第三小学校。千里第三小学校の皆さん、変わってますか？僕のおかげですよ、吹田市立千里第三小学校の皆さん。僕のおかげです。今でも絶対そうです。絶対体育館。てか他の学校もそうちゃう？今もこの時代。どうなんやろ？沖縄は外で全校集会とかなかった？まあ沖縄やしね。うん。やばいやんな。牛タンとかより豚タンの方が好きやねんな。俺あれ違い分からへんねん。でも食感も味も違う。分からん。多分牛タンを食べたことないんだから。豚タン食べてます。一緒に行ってます。行ってます。そうか。うん、牛タン居酒屋、あれ牛タンですよ。焼肉か。うん、美味しい言うて食べてたよ。うまっ。そんな子やな。いや俺たかほんまに行ったことある場所めっちゃ忘れんねやか。うん、なんでなんやろな。どこまで記憶あるんだかって。ほんまに楽しかった時しかないかも。でもいい思い出は覚えてるよ。ほんま。うん、言ってるやん。だから楽しい思い出は覚えてるって。ほんならじゃあ2人も付き合って2年半ですけど、うん、初めて2人が食事した場所どこか。そんなん覚えてるわけない。言ってるやん。だから楽しい思い出は覚えてるって。付き合ってからと。あ、ごめん、付き合ってから。これちなみにランチなんですよ。行ってません。行ってます。行ってます。ランチ大阪。ランチ大阪梅田か難波か。梅田。今でも行く？行ってない。いや、その1回きりしか行ったことない。行ってません。じゃあこのエピソード話したら思い出すと思う。はいはいはい。向かいの席で座ればいいのに付き合いたてやから俺が横座りたいって言って横座って一緒にランチした。なんか知らんけどこれが嫌やねんとかあるやん。よく TikTok とかでも見んねんけど、なんかフードコートで私がどこに座ってるか探してる彼氏を見たら別れたくなるとか。可愛いやん。意味がわからん。可愛くない、うん、俺隠れんねんけど。そんなの。いや、なんか最近その SNS がもう中心になってる人たち結構流されやすいんかなと思って。なんか蛙化現象とかもさ。あれなんなん蛙化現象って。俺はよう分かってないねんけど。追いかけてたけど追いかけられたらキモってなっちゃう。らしいで。俺は違うけどな。うん、俺は違うけどな。でもその蛙化現象っていう言葉さめっちゃ流行ってるやん。うん、流行りだして、自分もそうかもみたいな。そのそうかもから始まってだんだんそっちに当てはめていってると思うね。あ、自分かな。うん、俺らはなんかあんまりそういうの鵜呑みにせえへんようにしてるな。うん、てか俺もともと占いとか全く信じへんタイプやねん。下手く信じちゃう。あ、そうやな。あ、でも宇宙人とか UFO とか幽霊とかそんなんは信じてるよ。UFO 見たことある？ UFO 見たこと一回だけあるね、お母さんと。あ、そうや、そうや、聞いた。お母さん見たことあるっていう聞いた後さ、うん、ようよう考えたらあんねん。あんの？うん、今考えたら、あれ絶対 UFO やったなみたいな。うん、どんな？三角形の緑の UFO。 三角形ではなかったわ。ちょ、待って、これ先に言っとくけど、うん、絶対バカにしてるやん、今画面の奥、信じてない人。ほんまやでな。じゃあ、ほんで、俺もそ見るまで、お母さんと一緒に見るまで、うん、マジで信じてなかったし、何を言うてんねんみたいな、うん、もうってみたいな思っとってんけど、もうUFO ってな、見た瞬間に UFO ってわかんねん。うん、で、あれって飛行機、星、UFO かなとかじゃないねん。UFO や、全く信じてなかったし、もうって思ってたやつでさえもう一発で UFO やってわかんねん。なんでかって言ったら、うん、動き方がまずおかしい。ちっちゃい UFO？ ちっちゃい。俺めっちゃくちゃでかかったよ。あ、そう、あんな UFO ってな、距離感分からへんくない？なんかな、ちゃうねん、もうもうここの天井くらいの近さやって、うん、嬉しい、初めて分かり合えた。そう、もう、緑やってる。こんなんやねん、こんなんかな。うん、めっちゃかっこいいやん。そう、エヴァやん。めっちゃかっこよかったよ。俺、絵に変えてって言われたら描けんで、多分。いや、もうほんまに、マジでこれは見た人にしか分からへん。もういいよ。
もういい、これ別にこれ以上話してもなんか痛いやつみたいになるやん。なる。もういいねん。え、そう、もうそういう目で見てもらっていいねん。もうそう、見た人、そう、そう、うん、見た人にしか分からへんから、これは。そう。じゃだから、じゃあ逆に見たことある人、ほんまにマジコメントしてほしい。うん。これ、絶対共感してくれると思う。俺さ、魔法は今信じてないんやけど。え、だから今信じてるよ。魔法ばり信じてた時、だから魔術学とかって結構ガチなやつ、小学生の時にサンタさんにもらってとかしとったから、もうマジで勉強しとってんけど、魔術。タカは、魔法っていうか、その、超能力系？あー、際どいなー。その、風動かせるみたいな、風操れるみたいな。その日、いや、絶対無理やわ。いや、無理なのは分かってんねんけど。ごめん、視聴者さんに超能力者おった時に気まずい。え、違う違う、おる超能力。おった時に気まずない。だよな。絶対ないとか言って。多分その力が存在してしまったらもうえげつないことになってるよ。あ、そうそう、なんかまずそんなもうビルなんか人間が建てんでよくなるよ、もうそんな魔法使うったら。待って、どのぐらいの魔法のこと考えてるの？え、魔法のレベルとかある？うん、俺が考えてんのは何？え、シンが考えてるのってさ、多分ピンってやったらポンみたいな感じやろ。じゃあこれで火ボとかも、もうそんなんだけでももう世界変わる。じゃあ、あれやで、練習生な無理やでな、そんなん。ビルはどうやって建てようとしてる？あ、俺の中での魔法、うん、魔法でビル建てるとしたら、うんうんうん、魔法でビル建てるとしたら、こうなんか魔法かけたら、うん、こう空気中の塵や砂やらなんかがいろいろぐわーってこう集まって、はいはいはい、もうこう、ほらほらほら、やっぱそのパターンだ。タカ、うん、の場合は石とか鉄とかをもうなんていうの、もう一個一個組み立てる、一人一人が、意味わかる、工事現場の人たちが、うん、で、手作業のところは手作業でやるみたいな。だから今とは一緒に変わらへんね、作り方は。ごめん、どこに魔法出てきた今。何を真剣に話してんのやろな。興味ないよね、絶対。興味なさそう。ごめん。え、待って、最後にじゃあ話して、ユーマを信じてる？地球外生命体、うん、あ、ちゃうわ、え、未確認生命物体、未確認生命物体、未確認生命体、生物、未確認生物、どっちでもええやん。え、すごいじゃん。え、知らんけど、まあ生命体ちゃう、生命体に言った。え、ユーマは絶対おるやろ、そら人間が見つけられてない範囲で絶対何かしらおると思う。絶対おる。これ、答えないんで、うん、すき焼き食べていきたいと思います。あ、そう、いつもうちらこういう話して議論してます。まあもちろん全然喋らない時もありますよ、つむつむとかしてね。あ、そうそうそう。ただ今日はすき焼きパーティーだったので、うん、ちょっと盛り上げていこうかなみたいな。バイバイ。